じゃあお願いします。それでは、本日の参りを始めさせていただきたいと思います。2021年8月正月法要にようこそ皆さんお参りしていただきました。Zoom の皆さんもようこそ参加していただきありがとうございます。本日もですね、実は平野直樹先生が共にお参りさせていただきます。平野先生は私のアシスタントを数年やってきたんですが、7月からですね、オカナーゲン、ケローナ、キャムルス、バーネンの参加時の開教師を勤務されるようになって、ただまだ引っ越しは済んでないので、今日はここにまだリチモンにいるということで、お参り一緒にさせていただきます。それでは、今日のお参りを黙想と念仏で始めたいと思います。よろしくお願いします。三喜右衛門は紫の聖典の10ページ目に載っています。で、Zoom で参加されている方は、
画面に映ってます。また手元にあればそれを使ってください。三期へも。人参受けがたし、今すでに行く。仏法を聞きがたし、今すでに聞く。この御根性に向かってどせずんば、さらにいずれの性に向かってか好みをどせん。大衆もろともに、死神に参謀に、敬しいたてまつるべし。自ら仏に敬しいたてまつる。まさに願わくは、主張とともに、大道を体現して無常意を起こさん。自ら王に敬しいたてまつる。まさに願わくは、主張とともに、深く共造に入りて、知恵海の国自ら僧に敬し立てまつる。まさに願わくは主情とともに大衆を通りして一切無限なら。無常人人微妙の方は百千万号にも愛をこと形し、我今検問し従事することを得たり、願わくは如来の真実義を消し立てまつら。ナマンドス、ナマンドス、ナマンドス。それでは引き続き権行、三部条並びに、三仏偈をいただきます。三仏偈を唱え始めますと、三部条ではなくて、正月法要の、正月の方々の名前が画面に映されます。それでは、三部条は画面にも映しますが、よかったらそれを使ってください。はい。ナマノス、ナマノス、ナマノス、ナマノス。ちなみに、お寺参ってるけど、三部条は89ページになっています。で、三仏偈は73ページですね。紫の聖典。89ページと73ページです。で、三仏偈を唱え始めますと、この画面に、今度は画面に、正月の方々の名前が出てますので、自分の、お参りされている方の名前が映したら、お焼香をお願いします。もしくは、最後に、正月の方のためにお参りしてない場合は、最後の方にどうぞ、お証拠をお願いします。Oh.
見て、スティープストン仏教会2021年8月正月法要を厳守する。如来栄光の真実心をもって法恩の誠を生かし、仏徳を三端仕立て祀る。願わくは如来の大事大心をもって無量の苦毒一切衆生の上に栄光したまわらんことを。ナモキエブツ、ナモキエホ、ナモキエソ。
皆さんは私、マスクなしで話しても大丈夫ですか？距離も離れてるし、Zoom の方もですね、やっぱりマスクしてるとしてない方が聞きやすいので、マスクなしでさせていただきます。それではですね、まず最初に、御三代、親鸞聖人のですね、書かれた協行信証の文章を、まず最初に、拝読させていただきたいと思います。待ってください。密かにおもんみれば、何時の愚勢の何度会をどする大戦、無下の巧妙は、無明の案を発する絵にちなり、しかればすなわち情報を延弱して上だ出歯だった邪せあじゃせをして逆界をほうぜしむ情報を極らべ気あらわれて、釈迦偉大をして、安養を選ばしたまいり、これすなわち、権家の二、等しく苦悩の群毛を苦祭し、世王の日、まさしく、逆方仙台を恵まんとおばす。ゆえに侵入、遠入取得の加護は悪を転じて徳をなす承知。南進金剛の信行は疑いを除き、悟りを得しむる真理なりと。ナマンドプス、ナマンドプス。非常に難しい文章で申し訳ございません。これはですね、私たちの、御解散、親鸞聖人が書かれた、兼浄土真実協行証文類という、まあ略して、協行真証という、書物の一番最初のですね、文章がこれなんです。で、これにはですね、親鸞聖人が言うのには、この、縁があってですね、大社城っていう、これはお釈迦さんの住んでおられた頃の悲劇が起こったわけなんですね。で、その悲劇の中の、まあ、3人、出歯だったという方と、アジャセオという方と、偉大家夫人。この三人が中心の、キャラクターになるわけなんですが、これはですね、どこに出てくるかと申しますと、この私たち浄土真宗では、浄土三部経、ですね、この黒い聖典ありますね。黒い聖典を開いていただいて、一番最初にですね、載ってないか。生活信条の中継。ごめんなさい。紫の聖典ですね。紫の聖典、もう一度開いていただけると、紫の聖典のですね、一番最初のですね、
ズームの方、申し訳ないんですけど、ちょっと、ここの、皆さんに、6ページ目を開いていただいたら、6ページ目にですね、経典って書かれてます。わかりますか？紫の聖典、6ページ目。浄土真宗の教章と書かれてるとこ、ね。浄土真宗の教章と書かれてる。その、真ん中のところに経典って書いてます。ね、でそこに浄土三部経って書かれてます。ね、でその下に仏説無量寿経大経、仏説観無量寿経観行、そして仏説阿弥陀経小経と書かれていますね。この三つのですね、お経が浄土真宗の中心のお経になるわけなんですね。で、私たちはこのパンデミック前はですね、前までは、正月には阿弥陀経をいつも挙げてはいたんですね。それがその仏説阿弥陀経と書かれているんですね。今阿弥陀経をあんまり唱えてない理由は、ちょっと長くて、ズームで参加されている方がついていくのが大変なので、阿弥陀経は今、遠慮させていただいているわけです。でもその中のですね、二つ目の仏説観無量寿経っていうのが物語で始まるわけです。それがこの大社城の悲劇って言われる、ね。で、その大社城の悲劇はどういう話かっていうと、今の韓国ドラマになるほど、すごいドラマが起こるわけです。どういうことかというと、ある、インドでですね、お釈迦さんの住んでた頃にですね、ある国にですね、王様とその、ご夫人がいたわけなんです。それが、ビンビサラっていう王様と、その、イダイケっていう夫人がいた。で、ずっと子供が生まれてこなくて、その、ビンビサラ王がですね、どうしても、後を継ぐ息子が欲しかったわけなんです。で、そのためにですね、ある仙人、山のですね、修行人を連れてきてですね、その、どうやったらその、息子が生まれるかっていうことを尋ねるわけです。そしたら、その、修行、人がですね、仙人が、いや、心配しなくてもいいから、私がこの世を去っていったときに、あなたの息子として生まれ変わってくるよって言うわけなんですよ。それを聞いて喜ぶわけなんですね。でも、このビンビサラ王は、気が短くてですね、そんな、いつ、仙人が亡くなるかわからないので、今すぐ死んでほしいというわけなんですよ。自分の息子を生まれるためにですね。でもちろん仙人の方は、断るわけなんですよ。まあ、それは、ちゃんと待てばですね、私もそんな長くは生きないから大丈夫だよって言うわけ。で、去っていくわけなんですよ。お城を去っていって。山に戻るわけです。でもどうしてもそのビンビサラ王が我慢できずにですね、自分の家来に仙人を殺しに命じるわけです。で、その家来が、その仙人を暗殺しに行くわけです。で、その仙人がですね、殺される前に最後の一言を言うのは、必ず復讐すると。ね、このことで必ず復讐するという言葉を残して亡くなるわけですね。そしたらやっぱりその亡くなった後、その伊大家夫人が妊娠するわけなんです、ね。で、順調に進むわけなんです、妊娠が。でもやっぱりだんだんその生まれる日が近づくに、近づくことにですね、伊大家夫人もビンビサラ王も心配して、その予言ですね、復讐されるということが気になってしまうわけ。
で、しまいにですね、この赤ん坊を何とかしないとダメと思って、産んだ時は、この高い塔の一番上で産むわけなんですよ。で、生まれた瞬間ですね、その塔から赤ん坊を捨てるわけなんですよ。ね、で、まあ、捨てた瞬間ですね、自分たちなんとひどいことをしたかっていうことを気づくわけなんですよ。ね、これまで待ちに待った息子が生まれたにもかかわらず、自分たちはその塔、高い塔から投げ捨てた。ね、でも、その奇跡に、その赤ん坊が救われるわけなんですよ。ただ、その傷っていうのは、小指がですね、曲がってしまうだけなんですよ。それ以外何も傷がないんです。ね、で、そのビンビサラオも、イライケ夫人もですね、自分たちの過ちに気づいて、まあ、なるべく多くの愛を注ぐわけなんですよ、この赤ん坊にですね。で、その、アジャセ王がだんだん育てていくわけなんですよ。で、彼がですね、アジャセ王が成人するに近くなるときに、今度はですね、お釈迦さんの一人いとこで、デバダッタという方がいたんですよ。このデバダッタはですね、もう生まれた時からずっとですね、お釈迦さんを憎むわけなんです。嫉妬するわけなんですね。お釈迦さんばっかりに注目されてて、シダルタばっかり注目されて、自分が嫉妬して、でいつもずっと お釈迦さんの一生涯ですね、このデバダッタっていうのが、横からその邪魔とかや悪いことばっかりやるする人なんです。で、そのデバダッタという方が、この王社城の悲劇にも現れてくるんです。で、彼は何をするかというと、ある日、このアジャセ王に近づくわけなんです。で、その王子にですね、君が、この小指が曲がっているのは、どうやってそれが曲がったか聞いたことあるかって聞くわけなんです。そしたら、そのアジャセ王が、いや、なんか、赤ん坊の頃に、事故があって、それで曲がったって、それしか聞いてないって言うんですね。そしたらデバダッタが全部話すわけなんですよ。実はその、お前のお父さんが、お前の前世にですね、あなたを暗殺したっていうわけ。だから、あなたは、この、復讐するべきだっていうわけなんです。で、そのアジャセ王もですね、自分の中から、怒りが湧いてくるわけなんですよ。で、どうしてもそのお父さんを許せずに、そのお父さんにまず聞くわけなんです。これが本当かって言うと、やっぱりお父さんが認めるわけなんです。ね、そこでアジャセ王が、まあ、じゃあ自分がその王になるべきだと。で、そんな、あんたはそんなひどいことしたから、牢屋に放り込めるわけです。で、そこでそのお父さんに苦しんでもらいたいから、もう食も与えず、飲み物を与えないようにするわけですね。でもその、偉大家夫人がですね、やっぱり自分の夫がそんな目に遭うのは我慢できないで、彼女がですね、毎日会いに行くわけで、で自分の服の中にですね、食べ物を隠してですね、また自分を、蜂蜜塗ったりして、で栄養を与えるわけです。だから、数週間経ってですね、このアジャセ王が、牢屋のガードの人に聞くわけなんです。もう自分の、その、ビンビサラ王はもう死んだかって聞くわけなんです。そしたら、逆にその、ガードマンから、いやいや、まだピンピンしてますっていうふうに聞くんです。では、びっくりするわけなんですね。そしたら、そのうち分かるわけなんですよ。その偉大家夫人が何をやっていたか。で、そこでですね、あんまりにもその怒りが、アジャセがですね、怒ってですね、自分のお母さんを殺そうとするわけなんです。で、剣を抜いて彼女を首、切ろうとするときにですね、このアジャセ王の、アドバイスする、あれなんていうか。まあ、
タイ人がですね、彼に、いや、今まで歴史上でですね、この父親を殺して、その王様の座を取った人はいるけど、今まで自分のお母さんを殺した王子っていうのはなかったというんですね。それをしたらダメだっていう。で、彼はまあダメだよ。やっぱり、腹が立ってですね、怒ってですね。じゃあ、できることがあるとしたら、お母様を自分の城に閉じ込めることができる。で、そうするわけです。で、そこでですね、イダイケが初めて、なんで自分がこんな苦しみに遭わなければならないかと悩むわけです。で、そこでお釈迦様にぜひ教えを教えてほしいと。で、そこでお釈迦さんが来てですね、彼女にまず最初にその自分の罪を認めるわけなんです。やっぱりそのイダイケ夫人がしたことはひどいことなんですね。自分の息子を塔から投げ捨てたっていう。それはもちろんひどいことなんですけど、同時にですね、お釈迦さんがその教えを与えるわけなんです。どうしたら楽にできるか。で、そこでですね、やっぱりこの罪の深い、まあ、悪人のためには、やっぱり、阿弥陀様の慈悲が必要だということを教える。で、彼女が、それからですね、この一生懸命この法を聞いて、その、お浄土に生まれるために、生まれるように願うわけなんですね。これが、この、王舎城の悲劇と言われているんです。で、よくよく考えてみると、この、で、先ほど、読んだ文章なんですが、これは親鸞上人がですね、この王舎城の悲劇っていうのは、これに出てくる、この、イダイケ夫人、アザセオ、そしてデバダッタはですね、親鸞上人が彼らを、ゴン家の人っていうんです。ゴン家の人っていうのは、まあ、要は、我々のために、教えを伝えるために現れた人物であるというんですよ。だから、この王舎城の悲劇の中では、まあ、俳優さんみたいに悪役をしている人がいるみたいな感じですね。だから彼らは、本当は私たちを導くために、こういう、悲劇を起こしたというわけなんですね。で、これはあくまでも、まあ、親鸞上人の立場からしたら、親鸞上人も自分自身が、悪人であると。まあ、思うほどいい人じゃないっていう。で、そのような自分のために、この阿弥陀様の見教えが必要だ。ということを言うわけですね。で、私たちも考えてみればですね、まあ、普段私は自分は、いい人だと、まあ、みんなそうだと思うんですよ。いい人になり、でありたいわけなんですし、いい人だとは思ってるわけなんですね。でもよくよく考えてみると、その単純なことでもさえ、自分は自己中心なんです。で、その例として言うのは、皆さんも料理を作られますね。で、私も結構料理が好きで、いろいろ、作るんですけど、やっぱ ものが美味しくできるとですね、どうされますか、皆さん。やっぱり、自分が、美味しくできたと、自分を褒めてしまうわけですね。でも、忘れることが多いのは、実際に、その、料理が美味しいのは、そこに、生物が、自分の命を犠牲にして、私のために、そこに、まあ、食べ物として出てるわけですね。だから私はただそれにちょっと味付けをしてるだけなので、本当の栄養分とかは、その命からいただいてるわけです。それを忘れて私は、あ、自分は今日はうまくできたなと、自分を褒めたりするのが、やっぱりそこが自分の愚かさなんですね。私の愚かさ。で、そういう私であるからこそ、もう、この阿弥陀様の見教えを通してですね、慈悲の世界があると。で、今日はこの正月法要なんですが、
亡くなられた方々も、まあ、権家の人ではないんですけど、私たちはその亡くなられた方々ですね、忍び、このお参りしてるわけなんですけど、皆さんもそうなんですが、この亡くなられた方、よくですね、仏教徒以外の人からたまに聞かれることがあるんですけど、このなんでこの仏教では亡くなった人のことをいっぱい法事とか法要をするじゃないですか。仏教はこの死者のことばっかり考えてるという人もいるんですね。まあよく考えてみたら、お葬式終わったら四十九日、まあ本当に伝統的に行くと初七日、二七日とか何日かごとに参りしたり、そして四十九日もちろん、そして一周忌、三回忌、こういう正月法要、お盆法要、全部なんか亡くなった人のためにっていうふうに考えられる方が多いんですが、よくよく考えてみますとですね、亡くなった人を思うんじゃなくて、亡くなった人の生きてる姿を私たちを思い出してる。自分もそうなんですね。その誰々の正月に来られたり、その人がお棺の中に死んだ姿を思い浮かぶわけじゃないんです。やっぱりみんな、その元気で生き生きとしてるいろんな思い出が生まれ、思い出してくるわけですね。それは何かというと、死んだ後のことではなく、生きてる存在を思ってるわけだ。で、私たちはその亡くなられた方が生きてるうちに、このやっぱり身教えを大事にした、あるいはこのお寺の前に来てた方だから、自分たちもそれを尊重して、やっぱり自分も聞かなければならない。ですから、亡くなられた方々がですね、逆に私たちを導いていただいているわけなんです。亡くなられた方々おかげさまでもう一度この法と出会う機会をいただいているわけですね。で、そのいただいた法、出会いをですね、大切に、ああ、やっぱりこういう自分であるからこそもっともっと聞かなければならない。そしてまたこの阿弥陀様の慈悲を受けなければならないかなというふうに、親鸞聖人ともそうなんですけど、ふとこのお社長でですね、悲劇を通して皆さんに紹介したかったわけでございます。本日はですね、この8月の正月法要ということで、本当に皆さんようこそお参りしていただきました。それでは最後にもう一度皆さんと一緒にお念仏を唱えて、今日のお参りを終わりにしたいと思います。はい、皆さん合掌をお願いします。Namamidatsu, Namandatsu, 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 Namandatsu. はい、ありがとうございました。もしよかったら、皆さんアンミュートしてもらって、今日は渡辺さんから、皆さんに何か伝えたいことありますか？はい、おはようございます。いつも本当にありがとうございます。8月はやはり主人の亡くなった月でもありまして、いつもまあ8月というか暑い時を迎えたり、暑い時が来ると、まあ、主人のことをいろいろ、まあ、普段も時々思い出しますけども、特に思いが大きくなるんですけれども、まあそんなんでこう日本にいる子どもたちに、息子たちにやっぱりメールで、まあ、ちょっとこう自分の思いをこうメールするんですけれども、やはり本当死んだ亡くなった方から、あの人ああだったな、優しかったなとか、あの人頑張ったんだなとかって、やっぱり亡くなった方からなんかそういったものをとっても導かれるっていうか、うん、得られることってやっぱりありますよね。ですから本当にやっぱりそういう法要っていうのは、やっぱりそういうことをやっぱり私たちに思い出させてくれる、本当に生きてきた時のことをこう日々思い出させてくれて、まあ、私たちに、まあ、頑張んなさいということを教えてくれているように本当につくづくそう思います。ありがとうございました。じゃあ智子さん、何か
私も本当今まで周りの人たちに本当によくしていただいて、今また引っ越しなんですけども、それも本当に皆さんがよくしてくださってね、もう感謝しかないです。今朝もこのストラータカウンセルの人が来てくださって、でいろいろ残ったものについてもう本当に親切に相談乗ってくださってね、もう感謝しかないです。皆さんありがとうございます。ありがとうございました。田中さん、皆さんに何か伝えたいことありますか？いつもありがとうございます。暑いですけど大丈夫ですか？はい、おかげさまでまあまあ息してますよ。元気ですね。元気な姿を見えてみんな喜んでます。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ桑原さん。はい、まあ今の、お話で、まあ、私自身は生きてる間にたくさんいい思い出、皆さんともども一緒で一緒にいい思い出をたくさん作ろうこんなふうに思っております。ありがとうございます。ついこの間も友人の喜寿の会をいたしまして、ともどもに喜び合い、お祝いをいたしました。それは皆さんと実際に会ったんですか、それか Zoom かなんか通してやったんですか？実際にね、もう待てなくて、ある小料理屋でみんなとやりました。よかった、よかった、よかった。はい、もう本当に、本当久方ぶりで1年半ぶりでしょうか。本当にお祝いができました。よかった、よかったです。はい。じゃあ、しのぶさん。はい。今日直樹先生も一緒で、なんかすごくお二人の姿を同時に見れて、幸せな気分になりました。ありがとうございました。あと吉武麻里さんの娘さんに孫が、孫じゃない、娘さんができたということで、吉武麻里さんの孫が生まれたんですね。7月28日、女の子で、麻里さんのお母様のお名前を引き継いで、きみこさんっていうお名前らしいです。すごくなんか、ね、ありが嬉しいなって麻里さんおっしゃってましたので、まあ、ご報告させていただきます。あと今日は皆さんとお話する日かと思いますので、また後ほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そしたら橋本さん、ミュートになってます。あれ、もう一回押してください。はい、いいですよ。何か伝えたいことありますか？久しぶりに出席することでした。目の手術が来たので、ちょっといろいろと、ちょっと聞きづらいですけどね。どうしたんかな。ちょっと目の手術したので、しばらくいろいろと出席できないことがありました。今は大丈夫ですか？ただの白内障ですから。はいはいはい、時間がかかってるだけ。それよかった。ジュイチさんは何か？ありがとうございました。いいお話をたくさんいただいて、皆さんのお話も良かったし、やはりその阿弥陀の情けというのがあるんだなと。僕も仏教というのを、その家族の先祖を祀るものばっかりと、なんていうの、実践してきたもので、それを見てたもので、そうかと思ってましたけど、先生のこの教会で、お寺で、お寺で随分
お釈迦様まで戻って親鸞も考えてっていうふうにまともになって、やはりここでもう一度その、亡くなった方の生きてる姿を見るとか、そういう亡くなった方を感じるところが出てきたのが面白いと、面白いっていうか役に立ってます。まあそういうことで楽しんでおりますから、ありがとうございます。後ろの絵はスタンリーパークのローズガーデンですか？そうです。それね、夕方の7時頃に描きに行ったんですよ。そうしたら、そうしたらね、なんていうの、ビジターがありまして、描いてたら見に来るカナディアングースがいっぱいやってきた。それがここの厚みの後ろにあるんですけど、それが、それが非常に面白かったですね。ちょうど後ろにですね、バラの、アーチウェイみたいなのあるじゃないですか。あそこで私前、結婚式を挙げたことあります。あ、そうですか。お、まあ、素晴らしいところですよね。そうですね。あれ見て、一発は分かりました。うん、これ先生かもしれないですね。はい、じゃあ宮城さん。あ、私ですか。はい、あ、こんにちは、生田先生、いつもお世話になってます。私最近からズームに入らせていただいてますが、毎日サンデーが楽しみで生きがいがあります。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、次は坂本さんに行こうかな。はい、坂本さん。はい、今日もありがとうございます。素晴らしいお話をありがとうございました。私も毎日お参りして主人と会話を毎日しています。まだ生きてるものと思って会話を毎日して自分の心を慰めています。ありがとうございます。今日がとてもいいお話。ありがとうございます。じゃあ直子さん。こんにちは。今日はなんか蒸し暑くて、まあ、日本に比べたらこんなもんじゃないんですけど、なんか日本の夏のなんかムーッとした感じで、日本のお盆、東京だと8月じゃない、実家の母の実家とかだと8月がお盆なんで、はい、なんかそれくらいのお盆のことを思い出しながらお話を伺いました。どうもありがとうございました。うん、オリンピック選手が今、陸上で40度超えてるっていう言ってますね。ビーチバレーだった。ビーチバレーだった。もう日本には夏行けません。まあ、そういうわけで皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。直樹先生、なんか皆さんに伝えたいことありますか？すみません、最後ですけれども、最後と言いますか、先ほど先生が紹介していただいた通り、7月1日から内陸部のケローナバーのカムループスの、住職ということで、一応赴任地が決まりました。ただ引っ越しはですね、アパートを今探している最中で、それが見つかり次第、まあ、今年中のどこかで引っ越しをするという形になって、それまでは月に1回くらい出張で法要に出かけるというパターンを繰り返していくはずです。ですので、まあ、かれこれもう5年以上になりますかね、こちらのお寺でお手伝いさせていただいた少しでも恩返しという形で、引っ越しするまではこちらでもう少し法要をお助けしたいと思いますので、これからもうしばらくよろしくお願いいたします。こちらもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。まあ、そういうわけで今日もどうも皆さんありがとうございました。また来週よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、どうも、失礼します。じゃあそのままお願いします。あ、そうかそうか。あ、このままですね。じゃあ、はい、で、生田先生、生田先生、はい、プレゼンテーションの日本語が、まあ、皆様のご協力のもとほぼ完成しております。あ、はい。でただちょっと専門的な用語が私もよく分からなくて、先生にお尋ねしたいのと、歴代の開教師の先生のフルネーム、
なんか、はい、名字だったりフルネームが入ってたりするので一応統一してフルネームをしかも漢字でいただきたいので後ほどメールさせていただきます。はい、じゃあお願いいたします。こちらこそお願いします。はい、じゃあ忍さんにホストに変えましたのでありがとうございます。私たちはここで、はい、ありがとうございました。失礼します。